ハリドリのジェットコースターの時もノエルは隣だったんだけど、うん、スイちゃんの、あ、隣だったね、うん、そう、うん、ノエルのその怖がり方がキャーとかキャーとかじゃなくて、いやーとかマジでノエルすごいよ、ジェットコースターの時のノエルはね、もうね、マジでね、いつものね、3倍声出るノエルってこんな声出るんだマジで死ぬかと思ったもん。でもダイナソーの時はね、でも途中からね、ナチュも消えたから、うん、そうそうそう、なんかあのジェットコースター普通のね、ハリドリの時はノエルはもう欠かさずずっといやーキャーうわーやめてーみたいなずっと言ってたんだけど、なんかダイナソー乗った時は途中からなんか何も言わなくなってなんか途中からしかなかったマジさ、みやこさん、スイちゃんとさ、普段の横だから、まあ、一個離れてるけど、うん、スイちゃんの笑い声が死ぬほど聞こえてて、スイちゃんはずっと笑ってたもん。笑ってさ、乗ってんのめっちゃ怖い声聞こえてたもん。なんで、面白いんだもん。チュニューン、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 チュニューン。